先頭2番ギムイタイトル差を広げて降臨。クリハ競馬本日のメインレース S1 七里ヶ浜杯ダート内回り 2000m 8頭立ての一戦、さあ新聞はこのようになっております。どうぞ一時停止をしながらご覧ください。現在の1番人気馬は5番のギブミータイトル、続く2番人気馬が3番のミッシングハーツ、上位人気2頭が S1 馬です。それでは各馬の状態を見ていきましょう。2番ホワイトキャップ鞍上クリストフ・ヤズメール騎手55キロ、前走 S1 競争みなとみらい杯競争3着でした。前々走シャイニングスター競争1着、オープンクラスでの勝ちがあります。初の S1 勝利がダービーとなるのかどうか、この2頭あと5番のギブミータイトルとの足毛対決も注目です。3番ミッシングハーツ鞍上はインダスト騎手55キロ、この競争8頭立てですが2頭 S1 馬がいてそのうちの1頭です。現在の2番人気は前走はみなとみらい杯競争 S1 クラス1着でした。勢いに乗る馬です。鞍上インダスト騎手にも一発の魅力があります。4番サンライズバルク鞍上は鈴木アータ騎手55キロ、前走は S3 ヒガンバナ賞競争を1着、重賞の勝ち馬というところで現在の6番人気馬オッズは 33.3 倍です。距離延長がどう響くんでしょうか。2000m の柳通り特別は3着でした。そして圧倒的な大本命馬であります5番のギブミータイトル、鞍上はビリニャンコ騎手55キロ、前走はもちろん藤沢記念1着、1冠目を取ってここダービーで2冠目、そして3冠へつなげられるのは唯一この馬だけです。現在の1番人気オッズは単勝 1.8 倍の支持を集めています。さあデビューから3戦3勝、しかし全てが 1200m、 この距離延長がどう影響するんでしょうか。期待も背負ってここを勝ってぜひ3冠につなげたいというところ、鞍上からも強気の発言がありました。注目の1頭です。6番はディープトリトン鞍上はオークルス騎手55キロ、前走柳通り特別 2000m 準重賞を1着でした。2000m で勝ち鞍があるのは非常に大きなところがあると GM は発言していました。現在の4番人気馬です。そして1番セーフティー鞍上岡垣騎手55キロ、前走はみなとみらい杯競争2着でした。そして勝ち鞍といいますと C3 競争 2000m で勝った経験もあります。さあ現在の8番人気馬オッズは 210.5 倍です。そして注目の1頭7番イントゥザスカイ鞍上はシュガー騎手55キロ、前走藤沢記念を2着でした。こちらの馬も3回走って全てが 1200m、 距離が 800m、 4波論伸びますがその影響どうなんでしょうか。漆黒の馬体が輝いています。現在の3番人気馬オッズは 3.7 倍、こちらも悲願の S1 制覇、そして悲願のダービー制覇になるとなるかどうかといったところ。さあ残すは1頭であります。最後に8番テイカピクチャー鞍上大仁一護騎手55キロ、前走はヒガンバナ賞競争4着でした。藤沢記念を3着、優先出走権を使っての七里ヶ浜杯への出走となります。現在の5番人気はオッズは 28.6 倍です。さあ大仁一護騎手も S1 ジョッキーになれるかどうかといったところで出走馬8頭の様子を見てまいりました。それではまもなく S1 競争クリハ3冠の2冠目を争いますクリハダービー本馬場入場です。どうぞ皆さんも予想しながらこのダービーお楽しみください。頂点目指す優秀8頭が揃いました。第1回七里ヶ浜杯クリハダービー、王者の2冠か、それとも悲願のダービー制覇か。さあ各馬の本馬場入場です。
2戦連続2着、もう銀メダルはいらない、唯一の勝利距離 2000m の舞台でシルバーコレクターは世代の頂点へ。1番岡垣騎手とセーフティー。今日は黒い帽子、どの舞台でも好走必至、最後の光の直線で足毛対決、このダービーの舞台こそはと巻き返しに燃える人馬、2番クリストフ・ヤツメールとホワイトキャップ。S1 ウィナーは今日ダービーウィナーに、フロックとは言わせない、新進気鋭の敏腕ジョッキーを背に勝ち星を増やすと誓った3番インダスト騎手とミッシングハーツ。重賞制覇のジンバは勢いそのままこの舞台でも見せてくれるか、悲願花勝って悲願のダービーの頂へ、きっとここでも日は昇る、4番鈴木アウタ騎手とサンライズバルク。さあここまで3戦3勝、藤沢記念を勝ってさらに貫禄増した足毛の馬体に闘志がみなぎる、ダービー勝って世代最強の証明を、そしていざ2冠へ、5番ミリニャンコ騎手とギブミータイトル。悔しさ残る藤沢から雪辱果たした柳通り、着実に力をつけてここダービーへ挑みます。天才ジョッキーを背に、その末脚は王者をも飲み込むか、6番オクルス騎手とディープトリトン。唯一敗れた前走藤沢記念、一生に一度のダービーはもう譲れない、絶好枠からダービー制覇へ、7番シュガー騎手とイントゥザスカイ。実力表した藤沢記念3着、酸いも甘いも全てを知って栄光のゴール盤へ一直線、鞍上にも魅力があります。8番OO215騎手とテイカピクチャー。この優秀8頭が出走します S1 七里ヶ浜杯、ダート 2000m 内回り1周半のコース。馬場状態は天候晴れで両馬場の発表、8頭立ての一戦。それではまもなく優秀8頭がかけてまいります。どうぞ出走まであともうしばらくお待ちください。さあ栗葉9レース S1 七里ヶ浜杯栗葉ダービー、栗葉競馬2冠目をかけて優秀8頭がここでぶつかります。1番人気には5番の黄色い帽子ギブミータイトル、前走藤沢記念を1着、ここを勝って2冠目、そしてぜひとも3冠目へとつなげたいというところ。2番人気には前走 S1 競争、こちらも勝ちましたミッシングハーツ、こちらも虎視眈々とダービー制覇を狙っています。さあここに集いし優秀8頭、そのスタートの時を待っています。さあ高校ときらめく光の直線で、向こう上面今1番のセーフティー、3番ミッシングハーツ枠入り完了、残る6頭。さあスパークルナイター開催第1回七里ヶ浜杯、今勢いよく7番のイントゥザスカイ枠入り完了して、続きまして2番ホワイトキャップ、こちらも入って各馬順々に枠入り完了していきます。残る3頭、今8番テイカピクチャーも入って、6番ディープトリトンちょっと枠入りを嫌っていますが今入りました。最後1頭1番人気5番のギブミータイトル、こちらが枠に入りますと各馬体制完了します。さあスタートを待つ向こう上面優秀8頭、今ちょっとギブミータイトルゲートの裏で、ゲートになかなか入りません。大丈夫でしょうか、枠入りをちょっと嫌ってちょっと今立ち上がりました。大丈夫でしょうか、今枠入り完了しました、スタートしました。ちょっとぶらついたスタート。さあまず注目の先行争い、行きました7番のイントゥザスカイ、そして2番手の位置から5番のギブミータイトル、内目をついて3番手ミッシングハーツ、上位人気勢は前目につけています。そして3番手の位置まで押し上がっていった2番のホワイトギャップ、足毛2頭ここ並んでいます。その後ろから1番のセーフティー、追走するのがテイカピクチャー、そしてその後ろから4番サンライズバルク、そしてしんがりから、6番のディープトリトンといった体勢、非常に縦長の展開、先頭から押し豆でおよそ20馬身ぐらいありましょうか。
さあ、まず1回目のホームストレッチに各馬入ってまいります。まず先頭集団から見ていきましょう。7番のインズザスカイ、リード3馬身ぐらい取って、これが先頭。2番手の位置追走するのが1番人気ギブミータイトル、3番人気1番人気は先頭2頭並んでいます。その後ろから2番のホワイトキャップ前目につけて、その後ろ S1 馬ミッシングハーツ追走、そしてそこからちょっと開きまして1番のセーフティー、そしてその後ろから4番のサンライズバルク、そして7番手の位置8番のテイカピクチャーがつけて、最後方の位置からどっしり構えているのが6番のディープトリトン。この末脚は怖いものがあります。最初の 1000m64 秒1のペース、先頭向こう上面2回目インツアスカイがリード3馬身ぐらい取って単独の先頭、2番手の位置ギブミータイトル人気勢、ここで落ち着いていけるかどうか、そしてそこから上がっていった3番のミッシングハーツ上位人気勢は前から3頭、その後ろ2番のホワイトキャップ台風の目となるかどうか、そして大きく離されまして中段後方1番セーフティーといったところ。さあ残り600の標識を今通過しました。先頭のインツアスカイちょっと寄れましたが大丈夫でしょうか。インツザスカイが先頭、2番手の位置この辺りから仕掛けていった1番人気ギブミータイトル、そして足切りとホワイトキャップも迫っていった、そしてミッシングハーツも一気に上がってこようかという構え、残り400の標識を通過して、しかし先頭7番のインツザスカイかわした3番のミッシングハーツ、そこからホワイトキャップ追走、インツザスカイホワイトキャップそしてミッシングハーツ、そしてようやく追い出しにかかった5番のギブミータイトル仕掛けていった、残り200の標識を通過して先頭はミッシングハーツ、並びかけていった5番のギブミータイトル、やっぱり来たやっぱり来たギブミータイトル、しかし先頭2番のホワイトキャップ譲らない譲らない、内からインズザスカイ3頭並んだ五輪、ギブミータイトルは届きませんでした。ギブミータイトル4着、先頭はホワイトキャップミッシングハーツインズザスカイ、色とりどりの帽子が並んだ形、内か中か外かといった感じ、勝ち時計2分7秒9、赤城のサンハロン37秒8、非常にタフなレースになりました。そして一番人気は藤沢記念を勝ったギブミータイトルは届きませんでした。さあ単勝90倍台の馬も紛れ込む形の3頭同時の入選です。それではゴール板のリプレイ映像をご覧いただきましょう。さあ3頭並ぶ形でなんと勝ったのは大波乱、2番のホワイトキャップが勝ちました。そして2着に7番のイントゥザスカイ、3着入選が3番のミッシングハーツといったところ、そして遅れを取って1番人気馬の5番ギブミータイトルはなんとまさかの4着入選、そして続く形5着争い非常に接戦、これはどうでしょうか、同着でしょうか。今同着の表示が出ました。1番4番5着でした。6着入選8番テイカピクチャー同着と出ています。そして、7着に、ディープトリトンが入る形、5着が2頭います同着でした。判定写真ご覧いただきましょう。1着2番のホワイトギャップ、2着7番のイントゥザスカイ、3着に3番のミッシングハーツと出ています。そして5着の、着順の決済写真ご覧いただきましょう。5着もこちら1番のセーフティー、そして4番のサンライズバルク全く並んでゴールインしています。これが5着同着判定となっております。クリハ競馬9レース S1 シリガハマ杯ダート 2000m 払い戻し金確定しました。単勝式馬券2番のホワイトキャップで9760円大波乱です。副賞2番が2370円、7番230円、3番が340円、馬服は2番7番の組み合わせが6430円、そして馬単が2番7番の順番で35150円、ワイドは2番3番が4610円、2番7番が5480円、そして3番7番が430円です。3連複は2番3番7番の組み合わせで7410円。3連単は2番7番3番の順番で8万4200円となっております。ダービーウィナーはまさかの大波乱で2番のホワイトキャップが勝ちました。